皆さんごきげんよう、上川薫です。今韓国の半導体産業に様々な逆風が吹いています。これから半導体の製造材料について日本は輸出する際に審査手続きを行いますというのがこれからの逆風ですが、ではこういった出来事が起こる前のまさに今足元の業績がどうなっているかっていうのを日経新聞が伝えています。そこではサムスンの営業利益がなんと前年同期比で 56% も下がっているという衝撃的なニュースになっています。それではまずはニュース記事を見てみましょう。サムスン失速鮮明、輸出規制も逆風、4、6月営業益半減。韓国サムスン電子の失速が鮮明だ。5日発表した2019年4、6月期の連結営業利益は前年同期比で 56% 減り、1、3月期の 60% 減に続く大幅減益となった。在庫が積み上がっている主力の半導体は当面市況の悪化が見込まれる。その上、4日に強化された日本の対韓輸出規制は次の成長の種を直撃、経営の逆風が強まりつつある。4、6月期の連結決算は売上高が56兆ウォン、営業利益が6兆5000億ウォン、スマートフォンやパソコンにデータを記録する DRAM の平均価格が約5割下落した影響で、半導体部門の営業利益が約3兆3000ウォンと1年前の約4分の1の水準に縮小した模様だ。このニュースから見てもわかる通り、今サムスンの足元は大きく揺らいでいます。米中貿易戦争の影響もあり、半導体の需要というのが下がっています。その上、在庫がダブついたことによって製品価格も大きな下落を見せています。これから半導体の製造材料についての輸出が審査が入るようになります。そうなれば、ここからの業績についても大きなダメージが見込まれています。と、ここまではよくあるニュース解説だと思いますが、このニュースについては一つ大きな盲点があります。製品が売れないことによって在庫が積み上がっているという点です。日経新聞はこの記事の中で、現在のサムスンの半導体が在庫は3ヶ月分積み上がっているという記述をしています。そのため半導体の製造材料の輸入に審査がかかって時間がかかっても、おそらくは減産をするだけでもサムスンの場合は乗り切れるというふうに書いています。そして4、6月期 56% 減、1、3月期 60% 減、この前年同期比の営業利益についても、一瞬壊滅的な大幅な赤字のように見えますが、あくまでも利益の減少です。黒字額が一体どれだけになっているかというと、およそどちらにしても数千億円という単位で黒字の状態です。営業利益は純利益ではありませんが、これだけの売上高、営業利益があれば純利益は必ず残るでしょう。決して赤字になっているわけではないというのがサムスンの現状です。インターネット等の掲示板などでは、サムスンが壊滅的なダメージを受けるのではないかということが盛んに言われていますが、敵を侮ってはいけないというのが一つ教訓としてあります。情勢としては日本企業の方が今半導体の製造材料についてまさに首根っこを押さえている状態ですが、サムスンの力をもってすれば一つ大きな解決策があります。それは過去の歴史からも一つだけ策があるんですね。それはヘッドハンティングです。過去20世紀において韓国の躍進に大きな役割を果たしたのが日本人技術者のヘッドハンティングです。日本においては技術者が
高給取りであるということは珍しいことです。これは企業経営者側が技術者に対する賃金をほとんどの場合コストとして見ているため、あまり大きなお金を渡さないということがあります。そのために日本人の技術者が大金を提示されてヘッドハンティングされていくということが多くありました。そのために多くの技術が日本から韓国へ渡り、韓国において日本人技術者が活躍、技術をすべて吸い取られるということが起こりました。今回の半導体製造材料についても、必ずしも一朝一夕には事態は解決するものではありません。ですが、日本側は禁輸しているわけではないので、あくまでも審査手続きを行います。その審査手続きに問題がなければ、日本から韓国へは材料は渡ります。そのため、当面さえしのげてしまえば、サムスンは製造をまた軌道に乗せるでしょう。そして、この分野において、このままではいけないというのは韓国側にもあります。これは政府側の発表ですが、まず毎年1000億円程度の予算をつけて材料開発に臨むとしています。一朝一夕にはいかない、でも1年ごとに1000億円単位のお金をつぎ込む。では一体どこにお金をつぎ込むかといえば、通常であれば韓国人が技術開発をするかと思えば、私はそうは思っていません。今までの韓国の例で言えば、日本人技術者を大金をはたいてヘッドハンティングして必要なノウハウを吸い取るというような手法を取ると思います。考えてもみてください。日本企業で働いているときはどんなに高級であっても1000万円単位のサラリーマンというのはほとんどいないと思います。特に製造業であれば、部長、課長といったクラスであっても数百万円というレベルの年収なのがせいぜいでしょう。ですが、その数百万円の年収で働いている人が多くの技術的な要素について習得していることがあります。これは社内に入って数十年という勤務レベルがあれば自然と身につけていくということがあるわけです。しかし、これはサムスンなどにとってみれば非常に安い人材ということです。年俸1億出しますよ、手付金も1億つけますよという話をすれば、1年間で2億円程度のお金が見込めるとなれば心が揺らぐ人もあるでしょう。ましてや年間予算が1000億円ありますよとなったら、1億2億など安いものだと考えて10億円ぐらい出すような、そのぐらいの予算規模でヘッドハンティングを行うかもしれません。ただしここでは過去の例を同じように紐解けば、そう言って日本から韓国へ渡った技術者は1年から2年3年とその後も契約が継続されるわけではなく、必要な技術、必要なノウハウを吸い取られたらそこでさようならです。そうであっても1年2年であろうとも、非常に高額なお金を手に入れられるという魅力は非常に大きいものです。韓国側がこのような手段をして技術的に追いつく可能性というのはゼロではないということはきっちり覚えておく必要があります。数年後になってから、どこかのドキュメンタリー番組で日本から韓国へ渡った某社の社員などという形でインタビューが行われ、必要な資料など違法な形で渡したということがあっても何の不思議もありません。今日本側の報道とその反応を見ると、一朝一夕には手に入れない技術がある限り、日本側はまだまだ数年レベルでこの件に関して先行しているという考えが根強くあります。しかし韓国はそのような通常ではない手を使いかねない国であるということはしっかりと覚えておく必要があります。現在は制裁ではありません。あくまでも優遇措置の取り消しです。しかもその第一歩に過ぎません。必
つしかないものに対しては対策も立てやすいというのは当然です。これが2段3段4段と立て続けに起こるということが一つ大事です。戦力の逐次投入というのは一番戦争において悪い手だとされています。必ず相手が対応できないほどに一挙加勢に攻めかかるというのが一つ大きな勝利の要因になります。日本政府がこの件に関してどれだけ覚悟を決めているか、この第一歩で終わらせてしまえば韓国側はお金の力を使って問題を解決する可能性があるというのをしっかりと認識しておく必要があります。皆さんはどう思われたでしょうか。動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。高評価&チャンネル登録お待ちしています。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。